何この窓、なんか動いてる、何何何、え、パイセン、え、ああ何よ、プレイボールスタイローか。今日はこちら7シのゲーム、こちらのゲームを実況プレイしていきます。はい、ということでね、伝説の DS ホラーということで、10年以上前に発売したゲーム機を題材にしたホラーゲームというものがありましたので、こちらのゲームを実況プレイしていきます。2008年のゲームですね。いや、もうゲーム実況者にぴったりなんじゃないかなーってことでね、早速買ってみました。DS 中古なんでなんかありますね。続きから。データ残ってますね。見えないモードってなんだ？まあ、いいや。はじめから行きましょう。だいぶ怖いらしいぞ、このゲーム。ゲーム機を舞台にしたホラーゲームと。3D サウンド特性。本タイトルは 3D サウンドを実現していますと。音の恐怖を楽しんでください。イヤホンとかだと楽しめるのかな？イヤホンかな？はい。タッチして画面の明るさ変えてくださいと。ほう。あ、できるわ。太陽マーク、ポチ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 。まあ、こんなもんかな。まあ、外で携帯でも見やすいぐらいの明るさにしておこう。はい。おう、結構親切ですね。チュートリアルあるわ。あ？性別を選んでください。はい。もろドラクエやん、これ。女にしようかな。男と女？男と女でストーリー変わるゲームなのかな？まあいいや。カタカナを、もろドラクエ。てててててんてて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 んてて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 てん。小島で行きましょうかね、普通に。はい。じゃあ小島で行きまーす。小島店員は入んないな。小島店員は入んないですね。3文字、小島。はい。怖いのかな？まだ怖くない。うわ！あ、縦だ。縦モードや。ちょっと待ってくださいね。あー、動画編集これやります。はい。という縦にします。はい。切り替えてきました。ここ数年のゲームシーンを賑わす存在。おー、実写だ。すごいね。くっつけてみたらこんな感じになるんだ。DS2 画面なんでね。2画面をうまくくっつけました。ここ数年のゲームシーンを賑わす存在。携帯ゲーム機。ツインスクリーン。もろ DS やん。通称 TS は空前のヒット商品となっていた。TS のヒットによってゲーム機を携帯することは珍しいことではなくなり、家電量販店などの当店頭では TS ソフトの体験版配信やネットワークプレイができる TS ステーションの前に常に人だかりができていた。うん、すれ違い通信とか懐かしいですね。確かに本当に流行ってたもんな。本体買えなかったもんな、売れすぎて。お、JK。セーラー服だ。いいね。知ってる？なんかさ、遊ぶと1週間で死んじゃうゲームがあるんだって。マジ？それなんて都市伝説？最近そういうの多いじゃん。ほら、コインロッカーに捨てられた赤ちゃんが母親に復讐する話とかさ。でも、そんなゲームがあるなら彼氏にやらせてみようかな。最近うまくいってないから、うわ、最低。まあまあまあ。まあ、あくまで、そんなんね、噂噂。ね、ちょっとそれやばくない？俺もやってみたいな。本当に死ぬんかな。彼氏にやらせてみよう。殺人未遂や、そんな。まあ、それが今、巷で話題になってんだな。なんと大学。北斗の拳かな。なんと大学。現代社会学科講義。領域横断情報学概論。はい。大学生の話か。おお。講義受けてる。ネットワークを介した情報共有の現在は、あー、この話の前に、近頃話題になっている携帯ゲーム機の話をした方が、諸君には親しみやすいだろうか。先生。先生、急にゲームの話始めた。このゲーム機の優れた点は、ネットワークを利用したゲーム配信にこそあると思うんだが、まあ、今じゃ当たり前だけど、昔は結構珍しかったもんな。先駆けはドリームキャストとプレステ2のハードディスク。あ？まあ、一番味はパソコン。あ、べべ、よくなっちゃった。これか。お？七死のゲーム。あ、これ DS の普通の画面ですね。なんだ？戻ったかと思った。すいません。日にち間違えてます。ごめんなさい。なんとかメール。あ、ゲーム来てますね。バグってね、これ。はい。押してみよう。あ？ん？読めんぞ。アラビア文字かな。昔の文字。初めから。こいつ、学校の勉強中にゲーム始めやがったぜ。俺かな？授業中に携帯ゲーム始めたぞ。まあ、暇なんだな、授業。始まった。RPG だ。おー、村だ。まず武器屋さんだろ。まず RPG に入っていくのは武器屋さん。これ楽しみ。はい。悪いよ、声の支度のためにそろそろ店じまいだ。ま、鉄の爪ぐらい欲しかったけどな。ないか。ま、これ基本です。まず武器屋さんを見に行く。で、祭りがあるのか。旅の丘ですね。
ようこそ、ここはバルナの村です。バルナの村、はい。だいたい入り口左に武器屋がある。 Bボタンを押してると走るんだよ。懐かしい、こう久しぶりに RPG やったな。 RPG なのかこれ。今日は年に一度のお祭りなんだ。はい、お祭りの日、はい。ここバルナは豊かな水に恵まれたところです。下画面が真っ黒だな、これ。下画面真っ黒だ。水の都か。聖水かなんかを取るイベントかな。あなたもここの水を求めてわざわざ悪魔に聖水をぶっかけるためかな。いらっしゃい、旅の方だね。祭りの時期は、稼ぎ時だね。まあ、いっぱい泊まりに来るんだ。何の祭りだろう。療養に来ているんだが、ここの水のおかげですっかり元気さ。おお、体力も回復すると。薬草代わりになるかな。じゃあ結構なんか温泉地帯みたいな。温泉地帯っておかしいけど、なんかそのね、避暑地とかさ、そういう観光地みたいな場所なのかな。要は働く場所じゃなくてね、慰安で来る場所。熱海かな。水神様に乾杯。あら、神様に乾杯するぐらいなんだ。じゃあ偉い神様がいるんだな、ここは。うっ、気持ち悪い、飲みすぎた。あ、パブだからか。まさか水を飲みすぎるとダメージを。いや、そんなわけや。水神様のおかげで、こうしてうまい酒が飲めるんだ。今年はいい人形が手に入ったらしいね。さあ、あんたも祝っておくれよ。人形？人形を使うお祭りか。人形祭り。水不足にならぬよう、毎年人形を聖なる泉に捧げるんです。あ、そういうことか。へー。綺麗な水を保つため人形。よかった、人間じゃなくて。お祭りなのに、夜は早く寝なくちゃいけないんだ。そういう式典なんだって。祭りなのに、夜になんか都合が悪いことがあるのか。なんかプツプツ画面出るな。バグってんな、少し。少しバグってねえですか、このゲーム。ねえ、カセットにホコリが入ってる時ぐらいな画面になってるな、これな。あ？水のドールを見つけた。なんだこれ。水のドール。見つけちゃったよ、人形。あれ、生贄に使った人形かな。お、アイテム屋さん、約束くれ。悪いけど、うちの人は、今夜の松明の準備で留守してるよ。松明を使うのか。松明？燃やすの？沈めるんじゃないの？じじいた、じじい。今宵は満月。水神様へ人形を捧げる儀式が行われている。おう。あ、いけねえや。ボンボンって音だな。懐かしいね。ここから先は夜になるまで立ち入りできません。あれ？終わった。夜になったら入るの？ああ、また立てるじゃん。へえ、なんか儀式があるんだ。小島、小島、小島ってば、何やってるの？あ、すいません、ゲームやってました。だってつまんねえんだもん、授業。あ、でもこれ、縦画面でやってるけど、懐かしいな。なんか、あったな、こういうギャルゲー。なんだっけな、DS 彼女じゃなくて、なんだっけな、あったな。なんだっけな、何彼女だっけ、忘れてた。なんと大学、長沢莉子、19歳。あら。あ、それ。あのゲーム？私もプレイしてるよ。あ、やってんのこれ。バグってるよ。岡田から確か6日前、それくらいに送られてきた。すごいな。あ、思い出した。ラブプラスだ、これ。ラブプラスじゃん。ラブプラス。おぉ。ガタいいな。ゴリやな。ゴリ。ゴリプラス。なんかね、それプレイしてると1週間後に死んじゃう呪いのゲームなんて。あら。え、固まってる。え？やっちゃったんですけど。何言ってくれてんの？そういうことか。呪いのゲームなのこれ。固まってる。この子落とすのかな？ラブプラスや。もう小島はすぐ信じるんだから。あ、うわ、うわ、あのね、そういう噂、都市伝説があるの知らないのかな？これヒロインかな？そういえば、岡田のやつ、この一週間、体足りないくせに講義サボってずっとゲームばっかりしてるんだよね。で、私もそのことで、あいつと喧嘩しちゃってさ。あた、ゲームとあたし、どっちが大事だなって。あら、岡田。あら、もう、付き合ってんだ。ちょっと、小島、悪いけど、あいつ連れ出してきてよ。あれでも一応3回生だから、そろそろやばいって。あ、あたし？だから、喧嘩してるから気まずいんだってば。いや、連れ出される方のが気まずいだろ。一緒に行こうよ、じゃあ。後の講義は、大会しとくから、ね、お願い、締めでしょ？いや、会いたがってるよって連れ出す。だったら家行った方のが伝わんじゃねえかな。まあ、いや、行くか。あの、岡田先輩？三回生の先輩か。え？男と女に友情は成り立たない。じゃあ、この際だから、小島と私、付き合っちゃう？え？え？やっぱりラブプラスやん、このゲーム。ラブプラスやん。
バカ、冗談なんてば。はい、これ、合鍵。ファミール天神の、904号室ね、天神。ここ、福岡か、福岡。天神？合鍵とか生々しいな、おい。嫌やわ、もう。なんやねん、それ。なんで俺頼まれてんの、これ。合鍵って。嫌やな、付き合ってる奴に合鍵渡されるの。そういうもんだじゃねえか。画面の中央にタッチすると、前に進みます。はい。タッチする間は前に進みつきます。はい。十字ボタンの上を押しても、操作できます。今、これ、縦画面でやってますね。画面近すぎる。あ、ちょっとこれ違うな。ちょっと画面変えます。見やすくします。はい。ちょっと変えてきました。ちょっと操作した感じ、これがいいかな。これで行きましょう。大丈夫だね。はい。違和感ないかな。よし、じゃあこれで、画面の端にタッチすると振り向くことができますと。はい。十字ボタンを左右押しても同様の操作ができますと。はい。なお、大学の校門は向かって左側になります。左側。はい。校門に行くのね。じゃあ要は、ねえ、会いに行けって。お、天気いいな、おい。かそってんな、この大学。全然人ねえじゃん。いないの、誰も。閑散としてる。怖っ。はい。おぉ。静かやな。みんなこう、めちゃめちゃ単位取るために頑張ってんのかな。十字ボタンの上を押しながら画面の中央にタッチすると、走らします。十字ボタンの左右を押しながら画面の端立ちすると素早く振り返ります。振り返る。あ、高速振り返り。うおぉ、高速振り返り。うぅ！で、上を押しながらタッチ。あ、十字形もやるんだ。ああ、なるほどね。わかったわかった。シャッシャッシャと。十字ボタンの下を押すと前を向いたまま交代します。待て、走るってことはそういうことか。逃げることあんのか。走る。あんま操作はそんなに難くないですね。DS を下に置けば全然問題ないわ。テーブルに置いた感じで操作できれば OK だね。ああ。はいはい。まあ、とりあえず、まあ、先輩、パイセンとこ行けって言われたから行くか。で、タッチペンでこうすると。はいはい。OK。じゃあ、パイセンチ行くか。あ？はいはい。なんだ？セクトボタンを押すと TS メニューが表示されますと。TS メニューでは受信したメールを読んだり、ゲームを中断できます。TS メニュー。はい。おう。あ、メール来てる。なんだ？はい、メール。なんでしょう。誰から？あ、結構メール来てるじゃん。サポート？ああ、操作指示か。まあいいや、チュートリアルあるっぽいし、行っちゃいましょう。時間もったいない。よし。じゃあ戻して、こういうのも見れるんですね。よし。じゃあ行きましょう。とっと。で、ドアの中にはタッチすると開けられるものがあります。ここで肛門にタッチすると外に出れます。はい。そうはね、大学抜け出して、ね、知らん女の男の家に行く。しかも合鍵。そして天神。小高のマンション。ファミール天神。小高先輩？すいません、ちょっと彼女怒ってますよ、ゲームしすぎだって。ゲーム実況者目指してんのかな？たく、ゲーム、失敗したもんな。お、小高先輩！すごいマンションに住んでるんだ。家が金持ちだといいよな。ああ、いいんだ。あ、金持ちなんだ。小高パイセン、金持ち。小高っちの家どこじゃ？朝なんちゃら。ピンポン押してみようかな。ピンポン押せねえや。小高パイセン、どこやろう？ん？これは、板倉さんち。ピンポン押せねえや。NHK でーす。パイセン？俺ちょっと講義遅れちゃうんやけど。ん？外国人いる？金持ち。クリーブ。あれ、先輩どこや？先輩？あ、あった。小高パイセン。904号室、これだ。パイセン？彼女ご立腹よ。もしもーし。無音が怖えな。ピンポーン。反応ねえじゃん。もしもーし。パイセン！起きろー！ゲームしすぎかな。ゲームしすぎ寝てんのかな。彼女ほったらかしてゲームばっかするなんて。開く？開いたよ！開いた？ロックされてる。いやいや。そこ閉めて鍵閉めないっていまいちわからんぞ。小高パイセン、小島です。先輩、リコは学校に来いって言ってますよ。は？ダメか。参ったな。
帰るか。あ？あれ？開けてくれた？ちょっと待って。様子おかしいぞ、おい。走って逃げたぞ。開く？パイセン？開いた。開いた！え？なにこの窓。なんか動いてる。なになになに？え？パイセン？そんなに、そんなに集中してゲームしてるの？プロゲーマーになるつもりかな？玄関。怖い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 。パイセン？光ってるし。なんだ、ちょっと奥行ってみよう。パイセン？ん？ああ！何よ！何よ！かくれんぼするの？先輩。違う女や。リコ。今女っぽかったぞ。え？違う女連れ込んでる？それはまずいよ。開かねえし。鍵が変わっている。え？室内で鍵？じゃ、ここじゃいるの。でもこっちに女いたな。そりゃまずいって、いくら金持ってるからってパイセン。金に寄ってくる女ばっかりじゃないんだよ、人生は。あら、広いリビング。あら、広い。広い、ひどい。扇風機までついてるぜ。ちょっと待って、先輩おかしいよ。あ、先輩喫煙者なんだ。先輩？ん？かくれんぼかな？だから先輩？あ、水の音？なんだ、シャワーか。さ、先にシャワー浴びてるな、小島。え、そういうこと？先にシャワー浴びるなんて先輩。冷蔵庫開いてますよ、先輩。何も入ってない。ここから先輩でもコンビニ弁当ばかり食べてるのか。なんで何も入ってないのにコンビニ弁当って思ったんだろう。メモがある。なんだ？は？魔除けの聖水2リットル。ワンダースで10万円。5ダース注文。8月1日配達。50万円？知らん奴の聖水買ってるぞ。え？先輩なんかの宗教にハマった？聖水か。さっき水なんちゃ言ってたな、あのゲーム。魔除けの聖水。ワンダースなんだよ。100本買っちゃったよ、先輩。聖水。まあ、ちょっとまあ、行かないでおこう。ちょっと探ろう。ゴミいっぱい置いてあんな。ああ、先輩はシーフードヌードルが好きか。なんか水汚れてるな。まあ、行くか。おー、すごい。54型液晶テレビ。当時高いぞ、これ。当時2008年で買ったら80万ぐらいすんじゃねえか、このサイズの液晶って。どっちだ？こっちか。水落とすんぞ。ここか？お、人感センサー付きテレビ。いた。音がすると思ったらいた。隠れてるつもりかな？先輩。ゲームしすぎっすよ。彼女怒ってっすよ。先輩？あ？え？芋虫？何これ？彼女いながら抱き枕してんの？キモ。何？なんかあるよ。今日で5日目だ。今日も大学には行けそうにない。エコたちはどうしてるだろう？ゲームには相変わらず、ゲームは相変わらず進まない。一つ目の街の外に出ることもできない。え？下手くそ？ゲーム下手くそ？思いつくことは全て試したが、何が足りないのかわからない。リコに送るんじゃなかった。まあ、6日前にゲームを送ったって言ってましたからね。これ買い、やるよって。え？攻略本買えよ。5日も悩むなら攻略本買えよ。なんだこれ。鳥？鳥のイラスト。なんじゃこれ。まあ、こんな感じでゆっくりやっていきますね。パッパって進めるかね。下手くそか。はじめの街から5日も出れないとか。ゲーム下手なんやな、先輩。それは悩んじゃうよ。そんなことね、ゲーム貸したいって言えないよね。いや、まだ一つ目の家から出れねえんでなんて、かっこ悪いこと彼女の前で言えねえよな。で、違うんだ、ここじゃないか。パイセンだと思ったら抱き枕男あったわ。金持ちの抱き枕、いまいちわかんねえな。え？玄関。待って、玄関。は？閉められてね。開かなくなった。開かない？なんかテープになってる。え、こっち音すると左からなんか音しますね。先輩、先にシャワー浴びるなんて釣れねえじゃねえですか。小高先輩？
あー、絶対やばい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 。ガラス割ってるし、なんか流血してるし、窓塞いでるし、ハサミあるし、ここか。先輩、入りますよ。もしもーし。気にシャワーなんて。え？先輩、水買いすぎて水道代払えなかったかな？先輩。あれ？おかしいな。水道代払わずに、1ヶ月間同じ水で風呂入ってんのかな？あ、顔みたいになってる。割ってる。先輩、ちょっと無駄遣いが過ぎたのかな？だってドラム型洗濯機持ってるし。一人暮らしでドラム型洗濯機持ってるし。いやー、散財したんだなー。で、水道代払えず、顔もらえず。こっちなんだ。あ、トイレか。トイレはすぐ流せるか。ウォシュレット付きだな。先輩、金持ってるー。ごめん、はっきり言おうか。めちゃめちゃ怖い。この曲、あのゲームの？何？ん？あのゲーム、曲？あ、聞こえる？あ、聞こえる、右から。これがイヤフォンでやれってことか。聞こえる？先輩？まだ1個目の街から抜けらんないの？先輩？人感センサー付きテレビ。どこだ？こっちか。こっちドアあるな。あ、近づいてる。やばいっしょ、やばいっしょ、やばいっしょ。先輩ゲームしてるっすか？はぁ？何？なんで？なんでこいつ全部ガラス割ってるの？なんか映っちゃいか、なんやねんこの家も、立て付け悪いな。もう金持ちならちゃんと鏡貼れよ。もう埋め込めよ。ちゃんと木にボルトで埋め込めっつうの。壁掛け？靴か。先輩？服の裏か？隠れてますパイセン。あ、動かした。いないか、パイセン。待って、めっちゃ近づいてる音。こっちか。やっぱめっちゃ怖いんだけど。何？先輩生きてっかな？もう死んでるっしょ、絶対に。なんだろう、まあ、1週間後に死ぬ言ってたもんな。6日前だろ、もらったの。あ？チャポチャポ言ってる。おー。おー。ホームシアター持ってんの？すげえな。大学生も住む家じゃねえよ。しかもなんかね、5.1 チャンネルサラウンドシステム買ってるし。なんか映るか？ここで大画面でやってたのかな、あのゲーム。画面荒くなりそう。あ、なんかある。なんか貼ってあるぞ。今日で6日目。あ、もう今日しか残されていない。1週間の噂が本当なら、俺は。だが、ゲームに変化があった。今日になって俺のキャラがアイテムを入手した。はい。これはクリア条件の一つか、ひょっとしたら俺は助かるのかもしれない。あら、ようやく5日目にして。まあ、攻略本とかいう次元じゃねえんだな、これも。はぁ。まあ、本当にゲーム下手くそなのか。6日目か。じゃあ、明日先輩死んじゃうな、パイセン。ここでやってたんだ。しかもちゃんと日記に残すっていうね。日記を残す精神はあったんだな。あれ？パイセン服脱いでる。パイセン？どうしたの？すっぽんぽん！ここには、一長蘭も履かない、生まれたままの姿の先輩が？近いとここだ。やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよ。やばいよ。あ、なんかいる！え、何？何も暗い、何も見えない。何？いるの先輩！すっぽんぽんの、水？なんか水があるぞ。岡田先輩、いるんですよね？ああ、何？DS が鳴ってる？オンライン？ネットワーク？ゲームの配信？ゲーム実況者？ゲームの配信が始まりました。あ、来た。あ、俺に届いたゲームが。やるの？人ん家でやるの？この状況で真っ暗闇だからゲームするの俺。行くか。はい。選んでみよう。続きから。あー、続きだよな、始めじゃないもんな。お前よくこの状況でゲームやろうと思うな。すげえな、この主人公の精神、小島。あ、暗い。部屋の中みたい。暗い。あれ、夜に祭り始まるって言ってたから、祭り始まったか？
祭り？祭り始まったか？なんかいた。すいません、祭り始まりました？聖なる泉は村の奥にある。見学するなら静かにな。あ、始まったんだ。あ、開いてる開いてる、門が。おい。音、止まったぞ。なんかバグってるし、なんか。やっぱり埃詰まってるカセットだよ、これ。フーフーしないと。大丈夫かな？あ、燃えてる、燃えてる、松明。あ、燃えてる、あ、松明持ってる。てんてんてん。祈ってる、祈ってる、祈っとる。祈っとる、祈っとる。今年の人形には名前があるんだ。へぇ。名前がある。てんてんてん。瞑想してる。今年の人形はいい出来だ。まるで生きているみたいに。え？人形の名前は、オダ。あれ？オダパイセン？オダかパイセン？え？え？生贄？松明を持っていない者は儀式への参加は許せません！松明さんはどのくらいに行けば手に入るはずです。あ、はい。いや、別に参加したくないけど、ね、積みそうやからな。一週間だろ。俺今、ゲーム始めて一日目か。長いな、この道。すいません、松明ないと儀式参加できないって言うんで。神木の松明なら品切れだよ。しかし、おかしいな。自分の用に取っておいた松明が見当たらない。松明、じゃあ探すのか？は？は？質量を持った残像か？なんだ？荒ぶってんな。なんだこれ？めちゃめちゃ荒ぶってん。誰？誰あなた？これ、あげる。なんかくれた。あ、変わった。ん？あれ？なんでおで、懐中電灯持ってるんだ？あ、え、松明くれた。下向いてる。なに、水なにこれ、水。なに、水垂れてる。なにこれ。え？え？なにな、な、なんじゃあれは。あら、女の子。かわいい。かわいいな。いいですよ。絶対、なにこの水。下半身ないわ、あの子。水？なんか上から垂れてる。小田？小田先輩？水？おもらしか？なんだ？なんかある。なんかあるぞ。今日が最終日だ。段ボールの隙間から光が漏れる。朝日が怖い。俺は寝る間も惜しんでゲームのことだけを考えてきたが、もう時間がない。せめてヒントだけでも残せれば、ゲームで人が死んでたまるか！ゲームに壊されてたまるか！俺はもう誰にもこのゲームは怒らない！ここでやめてやる。昔あったのはチェーンメールとかな。やめるの。親父、お袋、死にたくない。え？呪いの手紙ならぬ呪いのゲーム。あったよな。この手紙を3人に送らないと、あなたは不幸になる。そうだ。不幸の手紙だ。配線上にいるのね。広いな、このマンション。いるか、襲ってくるかな。登れる？あ、登れた。配線？灯台？水？水だ。灯台？で、行くよ。見るよ。何？ああ！ああ！何？めっちゃおもらししてる。先輩めっちゃおもらししてる。トイレにも行かずにゲームしたの？そんなにゲーム下手くそだったの？あれ、DS 持ってるこれ、もしかして。7日目ですよ、先輩。もしもし？もしもし？小高先輩？え？うわあ！ああ！小高！小高？え？すごい顔してたけど。クリアしたの？死んでる！すごい、超パリピっぽかったな、あいつ。小高。小高、超ロン毛だったな。小島？あ、リコちゃん来た。小島どうしたの？ああ、出た。ラブプラス。やっと気がついた？どうしたの？ぼーっと立って。あ、これ画面切り替えよ。こっちかな。うん。小高にもあなたにも携帯全然繋がんないから。え、何？は？小高が？俺なんでこれ玄関にいるんだろう。まあ、ビビって逃げたか。いや、気圧、気圧、すぐ気圧、気圧。そうでしょ？小高！あ。いや、下の名前で呼べよ。なんで名字なんだ
付き合っとるんやろお前ら、どういう関係や、合鍵もあって名字で呼ぶとかなんやそれ。まあでもまあそういう家系もあるからな。あなた結婚したら小高さんになって自分のことも小高になるのよ。あ、終わった。あと6日終わった。え？ってことは俺はこのゲームを1週間でクリアしないと俺も死んじゃうのか。やば、小島死にません、頑張ります。じゃあ今日はここまで、明日はなんとかこのゲームを進めていきたいと思います。ではまた。皆さん、今これ中古ゲームで買ったんですけど、セーブ見たらなんと2008年で終わってますね。で、千秋、リーさん、赤さんといるんだけど、これさ、めっちゃ怖いんだけど、なんでみんな、あと5日で終わってるの？最後見えない？え？怖っ。え？あと5日で死ぬの？わからん。